マジこっちはハードばっかで嫌だ。そうでしょ。癒しはハードコートしかないよ。人件費が安いんだよ。あ、そういうこと。そう。
イロだろ。それは早いですけど、これは
それでしょ。だあの国連の出た動画あるじゃないですか。あれ本当は吉川くん来るはずだったのに吉川くん寝坊。あ、そうだったの。家近いから呼んだの。4人でやるはずだったのに。あ、4人でやるはずだったのに。吉川くん寝坊ですね。ファーストですか。ファーストで行きましょう。ファーストで行きましょう。オープンでいいですかって。よいしょ、オープンで。最初オープンで入ってもらって。いや、いいと思う。おったらいいし。でもみんなで最近テクニック使ってる人多いっすよ、やっぱ。うん。そう。持ってよ。持って。そう、ほい。そう、ほい。そう、ほい。あと4つ打ったら全部攻め込みましょう。はい。4つ打ったら、こっちダメだ。あれ？すぐダメですね、吐きます。さあ、ここから。柔らかいな。全部踏み込み。はい。そう、ほう。コートの中でしっかり。ヘッドバイトは一日だよ。いやもうそうっすよ、すぐっす。ハードコートになってさ、もう1ヶ月経ったらもうボサボサっすもん。割に合わない。いいかね、そう。寝てればね。寝て、そう。うん、あと3、はい、あと2、体幹、体幹、ラスト、体幹入って、はい、OK っす。はい、さあ、ボールがなんか柔らかいのかな。ラケットが、ラケットが柔らかいのかどっちだろう。クリスマス結婚プレミア誕生日、正月、誕生日。
誕生日、誰の誕生日だよ。間違えてんじゃないか。入りして。次はバック行きますか。バック次やってからちょっといただけますかね。バックなら得意だよ俺。行きます。クロスにしますか。行きます。バックの方が当たりやすいですね。そう、バックの方が当たりやすい。オッケー、いいボール。Thank you.
とかで行くじゃないですか、試合に。で、その時の間かけたところを、ジョーさんが、ちょっと一回やってから、あ、でも、やるときで。
で切っちゃって。そう、もう一個。で、打点もっと前です。なんか最近さ、オフィスの人たちが、中継大会のカフェでした。打って、入らない。入らないっていうのいいこと。やめてったよ。うまいでしょ、プレッシャーで。プレッシャーだった。高田店難しいな、やっぱ。え、高田店が解けない。もしかしたら、このままラケットこう下げなきゃいけない。このまま、ヘッド立った状態のまま、フリップが熱いから。そう、熱ければ熱いほど逆にどうする、下げない方がいい。このまま、このまま倒してください。いや、本当にボールで下げたら、前に動くのもありますけど、だったら地面に。Thank you.
入る、あっち入る、こっち入る。